はい、パスパルトゥの続きです。パート7かな。散々ね、二次創作ばかり書いてきて半ケモノばかりだったので、ここらでね、オリジナルというか、これは実家で飼ってた犬ですね、チップさんを描きました。完成。前回は何でしょうね、あの高級住宅街の、クエストを片っ端からクリアしていって、で、3人の依頼が終わったので、あのぼったくり文房具店の店長さんの支援を得て、で、そしてその支援を得ることにより美術館の館長の信頼も得ることができるんじゃないかなっていったとこですかね。はい、アドリエンヌさん、進捗はどうだね、癒やしい君。難しい言葉使うじゃないか。おや、支援を得たようだな。よくやった。運がいいぞ。ちょうど良い機会を与えてやれる、お前に。友人が訪ねてくる。威厳のある立派な男で、この界隈では最も優れた芸術評論家だ。お前の作品を彼に見てもらうよう手配しよう。彼の批評があれば、館長も黙ってはおらんだろう。誰だと思う？もしかして知ってる、すでにどっかで見たやつだったりする？お前はあのベンジャミンとかいうやつの、何これ、凡庸な画材に皆の注目を集めたようだが、一つ相談がある。今後は私の提供する画材のみを使ってほしいのだ。はあ、割と使ったんですけどね。あなた気づいてなかったですか？当然今所持している画材よりも、より上質な私の商品と交換してやる。どうだ？どうしよっかな。いい絵にしてみようかな、ここは。ちょっと。おや。あ、そういう感じか。ダメか、これ長いものに曲がれていかないと。はい、取引。戻ったか、私の申し出を受けてくれるか。よろしい。約束通り、ツールを授けよう。いいか、ベンジャミンのものは使うでない。ちょっと待って。何もらったの？仕上げてほしいのは、本当の意味での名作だ。たっぷりと時間を使って書いてほしい。これはお前が今まで推していたものをすべて手に入れるチャンスだ。巨匠たちの仲間入りができるのだ。名作はただのキャンバスには書けない。私の巨匠のキャンバスを使うのだ。さあ行け、じっくり時間をかけて。はあ、なるほど。名作を仕上げるのだ。完成を待ち望んでおるぞ。ああ、なんか、シャレたキャンプスもらった。これ使わないとならない。そういうことですか。ちょっと、ワンチャンね、このチップさんを気合い入れて書いたからさ、これ飾ってもらえないかな、なんて思ってたんですが、試そうかな。なんなら、これも残ってるんですけどね。これあなたのとこの画材だけで書いてるんですけど、ダメですか？いやー、ちょっと待ってね。なんか書かなきゃいけないか。何書こっかな。ちょっと待って、画材を一旦整理しましょう。そこで買った画材は、ミケランジェロの、これだけか。ちょっと待ってよ。買う。ツール、ダヴィンチのチョークと、ハッピーツリースタンプ。高えな、おい。これを2つ買って、で、そいつを使って、書きましょうと。めっちゃ使いづらそう。なんだこれ。とりあえず色を置いていくところから始めよう。空気遠近法というやつ。遠くのものをこうして、小さくかつ薄くすることで、ほらほらほら。森を表現できそうじゃない？なんかこの画材ありきで描き始めちゃったんですけど。
これが何かっつうとよくわからないですね。星だん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 濃くしていく。だん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 濃く大きくしていく。こう霧のかかった森っぽくなってくるでしょ。できました。書いていくうちにあのホラー映画のポスターみたいになってきたので、それっぽくタイトルも書いてみたらだいぶなんか雰囲気出たな。あっ、この顔はですね、こいつですね。いいんじゃないか、洒落たキャンバス。うん、まあ一画タイトルこのまんまで。よし、アドリエンヌ、あなたを書いたよ。あれ、セリフが出ない、バグった。はあ、ちょっと待って、こんなところでこんな終わり方はしたくない。一旦再起動しようかな。ちょっと、お、場所的にはオッケーオッケー。そして、あ、ちゃんと絵も残ってた、よかった。はい、ではこう一旦このイーゼル片付けてから話しかけるとしようか。お願いします。よしよしよし、あ、できたか、傑作。よろしい、私の友人に品定めしてもらうとしよう。あ、友人が来たぞ。こわお、お、なんかこれワンの時にこいつ来なかったっけ。そうだよね。道を、あ、行っちゃった。悪くなかったと思うぞ。どこかつかみどころがないのはいつものことか。あー、なんか全然箸にも棒にもかかんなかったのかと思ったら意外と良かったのかい。もう記事が仕上がっているぞ。そう、彼はありえない速さで書くのだ。ただし見せる前にやることがある。宣伝目考えねばならん。大したことではない。いくつか答えてもらうだけだ。アドリエンヌのと聞いて何を思い浮かべる。偉大なツール、目利きの店主、思考のデザイン。目利きにしとこうかな。なんか凄まじい眼光で書いてしまったわけですし、いいぞいいぞ。都会の画材店についてどう感じる。平凡、制約的、劣る。いやー、まあ、平凡ではあるか。制約的っていう話で言うと、お前の店の方が制約的だぞ。劣ってもいないから平凡にしとこう。これ以上ないほど正確だな。うん。よしよし、これで全て揃った。約束通り記事をやろう。いいことが書いてあるぞ。これを館長に持っていけ。彼の嫌味な態度も少しは変わるだろう。ああ、それとこれがプラチナチケットだ。ほう。美術館へ自由へ出入りできる、ん?美術館へ自由に出入りできるようになるぞ。今までって自由じゃなかったのか。あとはお前の実力を館長に見せつけてやるだけだ。あー、なんかここかっこいいじゃん。これ何?あ、この一度きりしか使わなかったの。これ欲しい。で、記事ってのは何だい?あー、別に所持品には入ってないのね。さてさて、おっ!何これ。夢を持とう、平凡を捨てよう。うさんくさ。やば。いや、何か質問かい?あ、これについて触れてるわけじゃないんだ。アドリエンヌってサインが書いてる。ダッサ、このポスター。あ、待って待って、バグってるバグってる。なんかロード中がここに浮いてる。坂の上でロードを挟んできたから、位置的にはカメラここにあったんだね。なるほど、面白い現象だ。はい、じゃあ突入しますか。ガタギギギ、果て誰かね。ほう、来館者がチケットを見せてみなさい。
チケット渡す。おや、プラチナチケット、これを見る日が来ようとは。巨匠たちの美術館へようこそ。今上に開かなかった？で、ちょっと待って、一回絵を確認しよう。さっきのホラー映画のポスターみたいなやつは没収されたわけね。で、館長、大又貴様か。傑作を持っていないようだが。目が見えない。絵を見せよう。ほう、前回会った時から腕を上げたようじゃないか。だが、果たして美術館にふさわしい作品だろうか。貴様の居場所がここにあるというのか。あなたは、なんだこれ、アドリアに呼んでいる？なんだと。おーおーおーおお、なんかかっこいい展開になってきた。帽子かぶってる。アドリエンヌ、なぜあなたがここに。私が恐れをなすとでも思ったか。恐れをなしているのは貴様の方。記事を見せる。なるほど。なんだこれは、モネの生まれ変わり、超一流の芸術評論家の記事じゃないか。色彩がまるで新婚カップルの鮮やかなダンスのように混ざり合い。いやいやいや、あなた様は真の芸術家だ。ぜひとも我が美術館の一員となってもらう。はあ、折れたの早いね。あなた様の過去、もうあなた様って呼ばれ始めたわ。過去を私が正当に否定したおかげでより良くなって戻ってきてくださったのだな。監修に習ってこの美術館の、門戸を再び開くとしよう。だがその前に小さなセレモニーを取り行う。空いている場所にその作品を飾るのだ。お、エンディング感出てきたな。さてさて、あなたの絵のためのスペースがある。うん、一般公開のセレモニーまでは布で覆われている。何が飾られたの？あれ、ちょっと、あれ、あら素敵。フレー、ちょっと、どの絵が飾られたかは、わからないのね。この紐を引っ張ったら出てくるわけか。美術館の一般公開へ向けた準備を進めております。アドリエンヌがあなた様に会いたがっておりましたぞ。あの人たちと怖い。町の広場に行けば会えると思いますぞ。ここにみんなを呼んできて、このロープを引っ張るわけだ。いや、せっかくだから、まあ、今ここでイーゼルとか出せば何があそこに飾ってあるかはわかるけど、あのロープ引っ張るまでお楽しみにしとこうか。広場ってここだよね、きっとね。お、なんか、アドリエヌの店になっちゃってるじゃん。ポップアップショップ。乗っ取られてっけど大丈夫か？ああ、お、あれ？こいつに話しかければ進むって言ってたよね。なんかここにいた元の店主はどこ行っちゃったの？かわいそう。追い出されたんかな？あ、これは。ベンジャミン。大丈夫、ベンジャミン。さあ、いらっしゃい。安いよ。おー、追い出されてんじゃん、本当に。パスパルト。また会えて嬉しい、お店は。うん、そう、急に売り上げ落ちてね、お店を維持できなくなっちゃった。おじいちゃんがあの店を始めたって話したっけ？おじいちゃん、棒人間すら描けなかったけど、でも多くの画家があの店の画材を使っていたんだ。おじいちゃんは人の手を通して芸術を生み出していた。お金や名声のためじゃない。ただみんなに絵を描き続けてほしかったんだ。でも家賃や生活費だってかかるし大変でしょ。亡くなった後、僕はおじいちゃんの夢を継ごうとしたけど、今度は自分の夢を追う番だ。絵を売るのは思ったより大変だけど。あ、なんか買うか。それはできないよ。ずっと頑張って取り組んできたものなんだ。はい、お、もらった。なんかいい話になってきたぞ。ちょっと待って、これどうなの。本当によかったね。君が欲しかったものやっと全部手に入ったね。代わりにお願いしてもいいかな。あの店がどうなっているか見てきてくれないか。自分で確認する勇気がなくて、なんかひどいことになったぞ。ひどかったら教えないで。ひどいよ、あれ。
ひでえだろ。これここのカウンター越しに話しかけたらなんか買えるのかな。わあ、買えるけど画材一緒じゃねえか。まあよくもまあ人のこと散々こきおろしてそのまま売ってんな。ようこそアドリエンヌの店へ。アートショップ。最良の画材は最高の絵描きの手に渡るべきだ。我が家系は何世紀もそうしてきた。故郷のエンピッツバーグの離れる前よりずっと。エンピッツバーグね。私の新しい店は気に入ったか。答えなくてよい。気に入らないわけがないのだから。新時代の到来だ。そう、アドリエンヌ時代。取り決めに従い、お前にも動いてもらおう。ベンジャミンは適者生存というものだよ。成功には犠牲がつきものだ。皆が彼の画材を使わなくなったら、哀れなベンジャミンは店を続けることができなくなった。そしてどうだ、ついにこの店も我が家系の所有となった。ああ、なんか羨ましかったのかい、君は。ベンジャミンは、はとばでふてくされておるぞ。もう言ってきたよ。おしゃべりは十分だろう。やるべきことがあるのだ。200枚。はあ、やだよ。昔やったけどね。リアルで200枚は書いたわ。そう、200枚だ。ちゃんと聞いておけ。1枚だけサインすれば、あとはうちのものがコピーする。誰も気づきやしないさ。やだよ。恩を忘れたと、あ、確かに。あ、はいはい。はいはいはい。あ、ファンカードにサインするんだ。あとはこちらでコピーする。はあ、じゃあまあ、コピー、はい。サインはしてやろうかね。お、すごい。あ、ていうかまあ、あれだね。やっぱりさっきのなんかの、ホラー映画風ポスターが、美術館に飾られたっぽいな。やっぱりこの丸筆だな。結局、平凡な画材ほど使いやすいというわけよ。あー、こんなもんで、よいしょ。まずはこのアドリエンヌって文字がムカつくから消します。よし、消えた。そしてそしてサインを施してやろうじゃないか。署名です。 OK。 ファンカード見せてみろ。はい。シンプル。独創的なサインではないか。このカードは私にとってではなく、私たちにとって重要なものだ。はい、あ、報酬。この先が楽しみだ。何もらった？館長が美術館でお呼びだ。ほう。よいしょ。何？ちょっと待てよ。でも、ここにこれがあるってことは、ここの傑作は、あれ？パンキー。パンキー悲しい。あれ？破壊された名作？ん？もともとはいい絵だった。これはひどい。若者が侵入してお前の絵が盗まれたぞ。現行犯で捕まえて白状させたか。あれは、あ？白状したのか？何を言ってるのかよくわからんのだ。シンセサイザーのためとか、なんとか言っていたようだが、変なやつだ、あの少年は。シンスに持ってってあげるみたいな話？盗んだ品を返そうとしないのだ。話してみてもらえるか。なんだなんだ。バキバキ。手伝いお願い。パスパルごめんつもりない。シンス、無理やり、バンキー。バンキー。シンス、約束、これ最後のテスト、ゴマスレガが壊す言われた。暗いバンキー見えない。バンキー古い。つまんない絵思った。君の絵思わなかった。気づいたとき、すごく悲しい。ごめんなさい、君。ゴマスレガが違う。あ、上、大丈夫。上。バンキー怒ってない？あ、怒ってないよ。悪いっつった。館長話した？館長怒ってた。感情怒らないできる。ああ、帰ってきた。はい。
チンスというのは名前かね。近頃の親は子供に妙な名前つけたものだ。あてよ、もしやヒヤシンスのことか。そうなのよ。シャンテルの娘ではないか。シャンテルにはこの美術館に大きく貢献してもらったんだ。仕方ない。この不運な出来事は忘れることにしよう。なんかあれだね、いろいろつながってるね、やっぱりね。絵は取り戻したようだな。取り戻したよと。よし、では さっさと空いてるスペースに飾ってもらおう。館長は、おー、あー、すごい二択。あいや、これか飾ったらかっこいいな。みんなどういうエンド選んでんだろう。この二択か。ごめんな、ベンジャミン。最後の仕上げ、ロープを引いて、その絵を全世界へ公開しよう。ほら、丈夫なロープ引っ張れば絵が公開される。引く。はい。どうだね。パスパルト先生、なんと偉大なお方だ。美術館、輝かしい美術館は完全な姿を取り戻したんだ。君は真の巨匠だ。彼らをご覧、君の名画を一目見ようと集まっているんだ。君はこの美術館の中に生き続ける。私はそれを精一杯管理していくとしよう。アドリエン、お前は真の芸術家の夢を叶えてやったんだ。礼などいらない。ああ、ベンジャミンは来てない。ふてくされちゃった。どんな気持ちってしたかったんだけどな。ベンジャミンおるよ。アシンス。あ、おい、ゴマスリー。まあまあまあ、現実世界もそんなもんだよな。絵の上手い下手よりも、いかにこうコネ作るかで仕事もらえっからよ。ちょっとベンジャミン死体蹴りしに行くか。あれ？店戻ってない？あれ誰だよ。バドプルジュニア。キャッチョだよ。パートナーシップを結んだよ。アドリエンヌがここを管理する人を探してたんだ。はあ。あ、いね。これはバッドエンドかね。あ、ベンからのメモ。パスパルトゥで最後にさよならを言えなくてごめんね。ヒッチハイクでパリまで来たよ。僕の絵に興味を持ってくれる人がここにいたらいいな。ダメならどうしたらいいだろうね。でもなんとかやってみるよ。なんとか。欲しかったものは全部手に入ったかな。僕も嬉しいし、君の絵がこうしてまた世に出ることが幸せだよ。これからもずっと絵を描き続けるって約束してね、ベンジャミンより。悲しい。そっか。なんか日常に戻った感じがするぞ。みんな戻ってったぞ。待て、この一通り終わったことによるなんかエンディングスタッフロール的なのはないのか。こんな感じで、まあ、一通りやりましたと。ここらでちょっとじゃあ、一区切りということで、このパートをパスパルト2の最後といたしまして、皆様お疲れ様でした。どうしよう、一回保存して終了しようかな。あれ？
ここに自分の絵出てくるもんだと思ったんだけどな。はい、じゃあこのクレジットってとこ押せばきっとスタッフロール出るよね。そうそうそう、こうやってなんかエンドロール出しながらこうゲーム面白かったね的なトークするじゃないそれを想定してたんですけど、なんか特にエンディングなるものはなかったので、この場を借りてですね、締めの挨拶とさせていただくんですが、とても良いゲームでした。うん、なんかそう、ワンと比べていろいろとその絵を描くシステム面でもすごく進化しているし、そのシナリオもね、なんかいろいろ作り込まれているのを感じましたね。いい曲でね、この V ロイドっていうボタンを押すと自分で作った 3D のモデルを読み込ませて、それを主人公として動かせるらしいんですよね。そんなこともできるんですね。なんかちょっとやってみたいなと思いつつ、まあいかんせんその 3D のモデリングが慣れてないので、それやろうとするとまたちょっと時間かかるから、うん、やんないかな、うん、なんかいずれね、その別の用途でそのモデリングしたらそれ使ってやろうかななんて思います。うん、で、あとまあサブクエとかもね、いろいろ回収しきれてないところはありますが、やるかどうかは、まあやんないだろうなはい、皆さんお疲れ様でした。はい、とても良いゲームだったので、気になった方、皆さんも買ってやってみればいいんじゃないでしょうか。あと他の方もね、その他の人がやってる実況なんか見るのもきっと楽しいよね。お、最後にここに挙げられなかった方を含め、開発に協力してくれた素晴らしい人たちの人たちに感謝の意を表します。うん、すごかったです。はい、ありがとうございました。うん。ここにあの絵が飾られると思ったんですが、まあ、タイトル画面はこのまんまなんですね。はい、以上でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。